伊豆急行200系電車は、かつて伊豆急行が保有していた電車、元東日本旅客鉄道の113系及び115系である。2000年7月1日に営業運転を開始し、2008年12月14日のさよなら運転をもって営業運転を終了した。伊豆急行線で従来使用されていた100系、1000系は、 開通時から約40年にわたって使用されており、経年と円買いによる老朽化が深刻な問題となっていた。これらの置き換え用に、東急8000系などが検討されていたが、導入検討時、同系列に廃車予定はなく、直通相手の JR 東日本の提示もあって、同社の113系、115系を伊豆急行仕様に改造、整備の上で導入して、 東急8000系に上都用車両が発生するまでの間をつなぐこととなった。113系は従来から伊豆急行線に乗り入れており、伊豆急行の乗務員にとっては取り扱いになれた車両である。115系は気候的に113系と同系統の車両で、勾配用のそもそも速ブレーキも装備されているので、連続勾配区間が続く伊豆急行線に適した車両である。 両系列とも伊豆急行にとって扱いやすい車両だったといえる。導入にあたっては各編成とも自力走行で伊豆高原電車区に入線し改造が行われた。分割、併合運用が多いために前頭部に電気連結器が設置された。一方、編成館は貫通させない前提のため貫通ホールは撤去された。 全車とも JR 東日本在籍時に更新工事が行われており、早期の廃車が見込まれていたことから塗装の変更以外、大きな改造は行われていない。車内についても、熱海寄り先頭車のトイレの汚物処理装置が燃焼式に改造され、運転台背後に座席を撤去した上で、車椅子スペースが設置されたほか、ロングシート部の吊り革が撤去された程度で、 ほぼ JR 東日本時代そのままの衣装で、竣工していた。2000年に、高ー電車区所属の113系線番台から改造されたグループである、4両編成2本が入線した。番号の対象は以下の通り、熱海設定形式は以下の通り、入線時に車両間に転落防止ホロルが設置された。本グループは種車の関係で、 水急下もより先頭車にもトイレが設置されていたが、撤去した上で喫煙コーナーに改造された。また、会2編成は JR 東日本時代に全面強化工事が施行されており、外観上は下部のアンチクライマーが1本から3本に増設されているのが特徴である。塗装は湘南色から白と青に変更された。側面のデザインは独特で、先頭車は 運転台側が白、残り半分が青で、境目に E の文字のような切れ込みが入るというものである。中間車は青色に、車体中央付近に2本の白いストライプが2両で、対象に入る形状とされた。タイプ2青系統塗装2004年7月27日、熱海駅、トランバガテル編成2006年3月2001年から2002年にかけて、 松本運転所所属の115系0番台、800番台から改造されたグループである。3両編成6本が入選した。このグループの導入で100系は全敗となった。番号の対象は以下の通り。熱海設定形式は以下の通り。もは114型のパンタグラフ搭載部分が低屋根構造で、かつ製造年がタイプ I より古い車両が導入された理由は、 三両編成を蘇生することが可能で大量に廃車が発生した均衡系車両がこのグループしかなかったためである。全編成が JR 東日本時代に全面強化工事を施行されており、アンチクライマーが3本に製造時白熱電球であった全消灯がシールドビームになっている。また製造当初は全編成比例房車であったが、 JR 東日本時代に AU712 系集約分散式冷房装置によって冷房改造が施行されている。なお、JR 東日本では、雲ハ115系冷番台を含む編成が2002年に全廃されている。塗装は、スカイロから2編成ごとに異なったものに変更され、F3.4 編成はタイプ I に準じた白と青で、 中間車のストライプのみ一両に太い二本が、V の文字のように入るようにされたもの。回5.6編成は沿線にある、静岡県鴨郡河津町のバラ園、河津バガテル公園の PR を行うラッピング電車、トランバガテルで、紺色ベースにバラが描かれ、車内も床などにバラのペイントがなされたもの。回7.8編成は、F3.24 編成の色違いで、 青い部分が赤色になったものとされた。タイプ32004年6月24日、南伊東駅2002年から2003年にかけて、松本電車区所属の115系300番台から改造されたグループである。置き換え対象の100系はすでに全廃となっていたが、予備車確保や東海旅客鉄道からの113系、乗り入れ運用地間へのため3両編成3本が入線した。 このグループの投入を最後に本系列の増備は終了した。番号の対象は以下の通り。熱海車両番号は種車が115系であるためタイプ2の続番とされた。本グループのモハ114型は折りたたみ高さを低くしたタイプが搭載されたため低屋根構造ではなく通常の屋根構造である点がタイプ2との大きな相違である。 転落防止ホロや車椅子スペースは2003年になって設置された。また、会11編成のみ、JR 東日本時代に LED 式列車番号表示器への交換工事が試行済みである。塗装は、JR 東日本時代は、会9.10編成がスカイロ、会11編成が長野支社設定の長野色であったが、 すべてタイプ2の回7.8編成と同一の白と赤とされた。2004年から東急8000系改造の8000系の投入が進められており、タイプ I2 は2007年までに全車廃車。タイプ3も2008年7月に定期運用を終了した。2008年7月に回9.11編成の保守部品確保のために、回10編成が廃車となった。 残存していた、会9.11編成は8000系故障時の予備車扱いとなっていたため定期運用につくことはなかったが、同年7月26日から8月17日まで臨時列車、ビーチトレインに本系列が使用され、これがさよなら運転前最後の営業運転となった。2008年12月14日には、伊豆急200系さよなら運転が、大路伊東駅伊豆急下田駅間、 袋伊豆急下田駅伊豆高原駅間で実施された。乗客には乗車証明書と記念館バッジが配布された。ありがとうございます。